来週の予定をお伝えします。8月28日月曜日から9月3日日曜日に出演するテレビ、配信、ラジオ、雑誌、イベントなどの情報です。まずは8月28日月曜日の予定。目黒くんと向井くんがレギュラー出演しているアイアム冒険少年ですが、8月28日の放送はありません。続いてテレビオタクを並べてわはは、出演するのは宮舘くんで、8月28日月曜日23時59分から24時54分に日テレにて放送。ゲストとしてスタジオ出演、宮舘くんを含むゲストたちのお悩みに芸人が答えるという番組です。視聴者のマリクマちゃん、コメント欄での情報提供ありがとうございました。続いて雑誌ステージファンボリューム30、掲載されるのは向井くんで、8月28日月曜日に発売。向井くんが表紙、関東グラビアが12ページ掲載。続いて雑誌クラッチ10月号スペシャルエディション、掲載されるのは深澤くんで、8月28日月曜日に発売。深澤くんが表紙、深澤達也と過ごす休日デートが8ページ掲載。続いて雑誌バイラ10月号増刊、掲載されるのは阿部くんで、8月28日月曜日に発売。阿部くんが表紙、市場デート企画に8ページ掲載。続いて8月29日火曜日の予定。テレビラビット、出演するのは宮舘くんで、8月29日火曜日8時から9時55分に TBS にて放送。火曜隔週レギュラーとしてスタジオ生出演です。続いてテレビ今夜は謎トレ、出演するのは阿部くんで、8月29日火曜日19時から20時にフジテレビにて放送。レギュラーとしてスタジオ出演、今回はスタジオに A グループの佐野雅也くん、ニュースの加藤茂明くんもいます。続いてテレビ潜在能力テスト、出演するのは佐久間くんで、8月29日火曜日20時から21時にフジテレビにて放送。今夜は謎トレからチャンネルを変えずそのまま始まります。ゲストとしてスタジオ出演、MC はオードリーの若林さん。この番組にスノーマンが出るのはおそらく2回目だと思います。2022年7月に岩本くんが萌えカレチームで出演していました。視聴者の静香さん、まりちゃん、元幸さん、コメント欄での情報提供ありがとうございました。続いてテレビウソコン第8話、出演するのは渡辺くんで、8月29日火曜日23時から23時30分にフジテレビにて放送。今回のサブタイトルは幼馴染から恋人へライバル帰国、八重と匠の幼馴染ケンちゃんを中心にストーリーが進むようですが、予告には渡辺くんもしっかり映っていました。続いて8月30日水曜日の予定です。テレビムビキュン、出演するのは目黒くんで、8月30日水曜日25時30分から26時に TBS にて放送。9月27日に発売される私の幸せな結婚の DVD が取り上げられるようです。続いて配信で YouTube 動画、出演するのはスノーマンで、8月30日水曜日17時にスノーマンチャンネルにて配信。ニューシングル発売まで1週間のためニューシングル関連の動画が投稿されるはず。今回はベストフレンドまたはエニー&エブリのレコーディングビデオが投稿されると予想しています。続いて雑誌テレビライフクラス15日号、掲載されるのはスノーマンで、8月30日水曜日に発売。スノーマンが表紙です。続いて雑誌テレビステーション9月2日号、掲載されるのはスノーマンで、8月30日水曜日に発売。スノーマンが関東グラビアに掲載。続いて8月31日木曜日の予定です。テレビ桜井有吉座夜会、出演するのはスノーマンで、8月31日木曜日22時から22時57分に TBS にて放送。今年の3月にスノーマン全員で出演した時の総集編と未公開シーンが放送。スタジオに完全再現されたヤマダ電機で買い物をした回です。オンエアできなかった裏側も公開されます。視聴者のマリクマちゃん、コメント欄での情報提供ありがとうございました。続いてテレビカトゥーンの速報ゲッツーン、出演するのは宮舘くんで、8月31日木曜日25時から25時30分に TBS にて放送。ゲストとしてスタジオ出演するようです。前回8月17日放送回で宮舘くんがスタジオゲスト出演しました。この番組の過去の例から8月31日も引き続き宮舘くんがゲストだと見られています。視聴者のせっちゃん、コメント欄での情報提供ありがとうございました。続いてラジオスノーマンのそのまんま、担当メンバーは阿部くんとラウールくんで、8月31日木曜日21時から21時30分に文化放送にて放送。スノタンからはスノの秀才コンビ、
という声が上がっています。続いて雑誌猫ナンバー125、掲載されるのは佐久間くんで、8月31日木曜日に発売、初登場で表紙に掲載されます。グラビアとインタビューが掲載。続いてイベントでサイレントコラボイベントが8月31日金曜日に終了します。サイレントの DVD 発売を記念して、物語の聖地パワーレコードで劇中写真のパネル展、コラボポスターの店内掲出を8月31日木曜日まで実施中。続いて9月1日金曜日の予定です。テレビ NHK みんなの手話、出演するのは佐久間くんで、9月1日金曜日11時30分から11時55分に NHK E テレにて放送。レギュラーとしてスタジオ出演。今回は防災に関する表現を学びます。続いて9月1日金曜日のソレスノは、金スマスペシャルが放送されるためお休みです。続いてテレビトリリオンゲーム第8話、出演するのは目黒くんで、9月1日金曜日22時から22時54分に TBS にて放送。8月25日の時点では内容の詳細は発表されていません。続いて配信でアルビオンウェブムービー入役編、渡辺くんがアンバサダーを務めるフラルネのウェブムービーがフラルネ特設サイトにて順次公開されています。3本目のムービー入役編が9月1日金曜日に公開です。続いて雑誌アイアイ10月号、掲載されるのは渡辺くんで、9月1日金曜日に発売。渡辺くんが表紙、スノーマンの器用な人渡辺翔太が描く国民的アーティストへの道をテーマに、渡辺くんがグループへの思いやスノーマンでの自身の存在について語ります。続いて雑誌 J-Movie マガジンボリューム98、掲載されるのは向井くんで、9月1日金曜日に発売。向井くんが表紙、舞台ハロルドとモード関連でグラビアとインタビューが掲載。続いて9月2日土曜日の予定です。テレビ夜明けのラビット、出演するのは宮舘くんで、9月2日土曜日5時45分から7時30分に TBS にて放送。8月29日火曜日に宮舘くんが出演した時の再編集と未公開版が放送されます。続いてテレビ新しい鍵、出演するのは宮舘くんと阿部くんと向井くんで、9月2日土曜日19時からフジテレビにて放送。ゲストとしてスタジオ出演、おそらく21時までの放送だと思います。スノーマンの3人が油断禁物の新ゲームに緊急参戦。視聴者のマリクマちゃん、コメント欄での情報提供ありがとうございました。続いてテレビ有吉の夏休み2023、出演するのは深澤くんで、9月2日土曜日21時からフジテレビにて放送。深澤くんがロケ出演、有吉さんたちとハワイに行きます。おそらく23時10分までの放送だと思います。この放送で深澤くんの知名度が爆上がりしそうですよね。新しい鍵が21時までの放送だとすると、新しい鍵からの有吉の夏休みで4時間丸々フジテレビにスノーマンが出演です。続いてラジオスノーマン佐久間大輔の待って無理しんどい、出演するのは佐久間くんで、9月2日土曜日20時から21時に文化放送にて放送。今回のゲストは声優松岡義嗣さん36歳、鬼滅の刃や五等分の花嫁で声優を務めている方です。続いてラジオで A&G トライバルレディオエジソン、出演するのは佐久間くんで、9月2日土曜日21時から23時に文化放送にて放送。待て無理のすぐ後ですね。佐久間くんがゲストとして生出演、パーソナリティの声優さんお二人と佐久間くんの3人で2時間生放送。アニメ界隈では有名な番組なんですかね。佐久間くんのオタクエピソードもたくさん話すそうです。続いて9月3日日曜日の予定です。今のところ9月3日日曜日の出演予定はありません。それではご視聴いただきありがとうございました。ジャニー、ジャニー、ラブだよー。